だんだん高い声が出なくなってきたとか、キーが下がってきたとか、そういった高音に対するお悩みってあると思うんですね。それに対してですね、とってもいい練習方法があるので今日はご紹介しますね。高い声っていうのはこの上顎のところをギューッとこうね上げて高い声で出るんだけど、それがだんだんここがね硬くなってきて上がらなくなってくるんですね。なのでここをギュッと上げられるようなねストレッチをやっていくと、だんだん柔らかくなってまたね高い声出てきますので、で今日ね限界まで挑戦してもらうんだけど、いきなりガッて開けちゃうとここね痛めちゃうといけませんので、顎をちょっと前にあいって出してここを開けると開けやすいのでね、思い切りやるとね気をつけてくださいね。では今日はですね、高い声、高い音でね、裏声でふーっていう感じで一小節ずつ一緒に上がっていきたいと思います。で、男性は途中でもう出なくなっちゃうかもしれないんだけど、女性はですね、こっからオクターブのもっとあと5とか2とかファンとかまでラーからいきますからね、一緒に一小節ずつふーっていう感じで裏声出していってね。できますよ。でね、ギューって思い切り出すとですね、ここがすごくこうストレッチできるので、ちょっとそんな感じでね、日頃の練習に加えてほしいと思います。じゃあね。